さんこんにちは、松本バッチでございます。この度は、軍神降臨ザムービーという動画が立ち上がりましてですね、そもそも私がですね、あのジャンジャンという雑誌で軍神降臨ということでですね、いろんなお店さんにお邪魔してるんですけれども、特に北関東の、方にお邪魔してるんですけど、非常にホールさんも頑張ってくれるところで、もう撮ったらいいんじゃないかと、私やりますよみたいな話をしてですね、それで言ってでしょう、今はもううちのスロマガなんかはもうよその演じさんもたくさん出てるし、それでもうくすぶってる人たちもいるんだから、ガンちゃんあたりなんかを呼んでですね、出番を与えましょうと、編集長とかとすごい熱い話し合いを交わしたところですね、予算の都合で、ピンでやるということになりました。なので、でも一人でやると言ってもですね、カメラを回していただける方がいないと、動画っていうのは撮れませんので、ここでそのガンちゃんがカメラを回せればね、そのカメラマンでしゃべる、なんかあっちの動画もそのね、なんかキャラクターと喋りながらやれてるみたいなことをやってて、そのスタイルでどうですかなんて編集部がおっしゃるの、わいいですよなんて、僕もなんかバカみたいなやつと喋ってやるとは慣れてますよっていう話をしたところ、今はもうまたバカみたいな顔してますが、おはようございます。おはようございます。というわけでバカが来ました。どうもありがとう。というわけで、毎回ワルペコとトニーさんの時は、キャラクターと、ね、喋っていただいてるんですけど、キャラクターと喋っていただいてる、はい、今回キャラクターまだ作っておりません。はい。というのもバツさん絵得意ですか？得意。お、じゃあちょっとバツさんにちょっと書いていただいて、それとちょっとおしゃべりしながらやるっていうのも面白いんじゃないかな。私が？そうです。じゃあ絵描いてもらっていいですか？はい。それではお願いします。はい。さあというわけで、はい、描いてもらったわけですが、自信のほどは？トニーさんは何と喋ってたんですか？トニーさんはさかなクンっていう魚風のキャラと喋ってたんです。あれはもう編集部の方なんですけどね。はあ、魚と犬。犬とくれば、はあ、センスを感じん、みじんも感じない。じゃあちょっとやっぱデフォルメして愛らしい見た目じゃなきゃならないわけでしょ。ああ、なるほど。キャラクターっていうのは、はいはいはい、それでなんかその今 VTuber なんていう人たちも人気出てますから、うん、やっぱ見た目が大事、愛嬌のある見た目、そしてやっぱ仮想空間であること、はい、だから中の人を思わせないような作りじゃなくちゃならないわけですよね、なるほど。そういうわけで私の出来上がりこちらでございます。平田くんということで、違う違う、愛くるしさなくないですか？平田くんということでございますけれども、これが、はい、その動画の中に出てくるってこと？そうですね、これと、今日ちょっとおしゃべりしていて、だから別に絵である必要もはやないんですけど、ないとは思うけどね。まあでもいいんじゃない、平田くんが出るよりいいと思うよ。平田くんの方が、うん、平田くん何年目今？もう10年目ぐらいじゃないですか。9年10年雑誌と動画とか番組に顔出して10年でしょ、うん、で誰もいいって言わなかったんだから、平田くんはもう顔出さん方がいいと思う。というわけで、はい、ちなみにじゃあ撮った台とか、僕ね、ベガスベガス栃木さんは軍神降臨何回見たら4回か5回目なんですよ、はい、で大体もうねそこそこ癖というか傾向も掴んできてます、正直。でトニーさんとかも来てるんで、でトニーさんと飲んだ時とかにあそこがどうだこうだっていう話をしてたら、共通項として、まあ僕が来た時は結構置き時とか外線とかにも力入れてくれるんですけど、共通項として毎回毎回6号機が強いんですよ。なるほど。で台数の幅も多いですし、もう明らかに未来を見据えたその設定配分にしていることを受け売り、そこに来てですよ、お前今月の頭にこれやろって始まったわけですから、これは私が行かないわけじゃないだろって、この顎が伸びればどうなるものか、危ぶむ流れ危ぶめば道あらし、踏み出せばその一歩一歩が道あり、その一歩が道あり、迷わず行けば行けば分かるさ、行くぞスタート、行きましょう。大丈夫ですかね。東国首相アントニオ猪木というのパチトキ無事確保できましたんで、昨日出てるんだよね結構、しかもこの台が一番出てますね。なんかね、でも一昨日は真ん中の台78回ついてるでしょ。78はかなり相当出てますよね。結構やっぱね6号機気合い入ってるんですよ、朝からしかも埋まったもんね、はい。というわけで、まあ6、まあどうなの、78ってんの6かな、6だと114%あるからね、この機械。はい。6号機だと限界のスペックらしいですよ。限界スペック。はい。115%までしか色々作れないんで。
どの猪木から打ったの？僕はアントニオ猪木 の5号機の初めのやつです。乾燥型の。なるほど、ね、だから4号機のは打ってないです、まあ、ゲームセンターでちょろっと触ってよくわからんなみたいなレベルです。これあの4号機のそれこそアントニオ猪木という名のパチノキにすげえ似てる。あこのゲーム性が、ね、超通常時の感じもかなり似てる。あの1回潜るよ。あそうなんですね、うん、であのタオルとかが頻発して、いやこれまだいるわまだいるわみたいな、何セット出てくるかなこれみたいな。あじゃあもうほぼ一緒っすね。だからこのなんかその通常時超通常時回すのがアホ臭いって人もいるじゃないですか、うん、なんかその人らはあんまり打ってなかった人たちなんですかね。多分そうだ。あなるほど。なんか昔言ったら全然自然に、そうそうこれこれみたいな、でね超通常時なんで一回潜らせるのダリーはって思いがちですけど、あそこでレア攻略引いて乗せないと伸びねえからっていう、そうですね、それをね考え方を変えるとね超通常時の見え方全然変わってくる。あれを ST 感覚で捉えるとだいぶ違いますよね。しかもさあれ潜ったりするでしょ。なんかその50ゲーム消化してる間にチャンス目2発の強チリ2発で当たんなくて、はい、で最後にあのガシャガシャガシャって出てきて、そこからまた 7,8 セット出てくるみたいなのがあったから、もしかしたら最後にしか告知しないみたいなあれもあるのかなと思って見てたわけ。五六角出た出たよね。今バサ 今出ましたよね。五六角出ましたよね。私も見ましたよ。あの3人衆の実写出ましたよね、はい、マジ下げだこの台下げ僕だいやまだ全然片割りっていう可能性ありますからね。落下したカメラがなかったら角なんか座んねえのカメラがあるから角が取りやすいと思って平田のせいや 5以上でも全然打てるスペックですからね。平田のせいで取り逃がしたコースっていや意気揚々と角でというこの野郎つってましたしゃあどうですか。右カードだバカ野郎、右カードだバカ野郎。よし行くぞ。ついにたどり着きましたね。700ゲームに到達です。ここから全長を返して東魂グランプリに入ります。そこで猪木がやります。道までたどり着きます急に大逆転です。大逆転やりくんだやりぬくんだ。8戦勝ち抜きます。まずはマスクマンまで最終決戦まで、もう一度チャンスをください。743ゲーム天井でございます。死ぬほど時間がかかりました1時間ですかね普通に。もし1万2000円での東魂グランプリ行くぜ。お願いします。ここ大事マジで音下がってる。よしよしよし。まず最初の参戦はキャラクターによって期待度変化なしと。だった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 、次はハズレか。もろたもろたしゃリプレイカモンリプレイ。あーあぶない。これリプレイ引かれてやべえ気がする。これリプレイ引かれてやべえ気がする。これリプレイ引かれてやべえぞ多分おお4以上だここもこうだったよ。マジマジか。天井まで行ったけども、え気持ちの持ってきようがよく分かんない。すごいあれだな、こんなに示唆出んの。じゃあ俺打ってねえんだけど今までこうせって朝一出やすいとこあんのかな。
でも僕、うん、ホール4以上った時は2回目で出たりしたんで、ああそうだよ、結構出やすいのかな、元々出やすいっぽいですね。6打った報告だとめちゃくちゃ出ますっていうのが。ああそうなんだ、うん、ここからもう一ボンバイエなんだよね。ここからもう一ボンバイエ出るかどうかなんだよ。急に静かになったらさ、そうっすよね、初めたまってもあと何も起こらず多いっすよね。多い、緑まで行ってだんまりパターン多いで引っ張り始めるんだよ。これはもう酒場マジ、酒場マジノー酒場、あーまあまあのパターン、これ中今の中くらいだと思った。あっこれめっちゃ多い、あっ痛め、うん、痛い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 、あっ入った入った入ったね。157コロシアム、コロシアムでとりあえずチャンスゾーン以上は確定、はい、それじゃあボーナススタートで AT も確定。まずはリプレイ、このハードル結構高いんですよね。スライドめ、あー引けない、ラスト、よし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 、あ違うわ、継続って出たのかと思った、これはこのままチャンスですね、継続って出たのかと思った後ろ暫定パターンだよ、まあでもこれ勝てばよし、道行こう、これ勝てばですよ。はぁ、いやでも早い、タクラウス逃げる、レディゴー、今じゃない、大丈夫か、はい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 、ここのハズレはね、やらこう有効なのかちょっと知りたい。はあ、このリプレイをなぜこの試合中にいけないのか、うわー殺された、ハズレで、ハズレで上げる、よし、えぇ、マジ、おうマジかよ、ハズレ引いたのに、無理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 、もう無理、もう無理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 、あ、マスターベルか、真ん中の台設定4以上確定してます。わあもうすごい、半分半分しごろ今のところ、そうですね、とりあえず半死頃4、5、4、え、全死、あ、でもまあ多分ですけど、多分ですけど、まあ軍神降臨ってまあ、 僕はその毎回やってるからあれなんですけど、ここは当たりしますね、はい、多分、あ、なるほど、うん、こうなってきたらさすがにそうだろう、毎回そういうとこあったりするんですか、あるように見えるね、あ、結局その今はこうやって答え合わせできてるから、はい、あれだけど、もう例えば沖縄とか海鮮だったりほぼないわけじゃん、はい、まあ、ここだろうなっていう場所は3時ぐらい帰り際にはどっかしら現れるんだよ。なるほど、リゼロの時もあったな、耳寄り情報、動画だからこそ伝わる耳寄り情報ですね。これぶっちゃけなんですけど、これね、はい、ベガスベガス栃木さんはもちろんここら辺こう激戦区なんですよ結構。あ、そうなんですね。でここら辺結構あの軍神降臨をやらせていただくホールさんも結構多くて、はい、何箇所か行ってるんですけど、マジここでチャンスだと思う俺あの車でこの辺で立ち回るのチャンスだと思いますよ。ただ朝抽選何人でした今日は、60人ぐらい平日だから、まあ休みの日になると結局100人200人ぐらいになるんだけ ど正直ねチャンスだと思います私は私が相乃木です。パスの攻略マガジンに入れてくださいはいのき面接に来たら受けるかな
最近、まあ、他媒体の人呼んでやってるじゃないですか、スローラーない話をやってる。そういうところにこういう井戸木とか呼んでほしいですね。井戸木が来たらバカ野郎仕切る自信ないぞこの野郎全然話聞かなそうだ。なんですかね、そのなんかライターとかじゃなくて、うん、パチスロかけば、まあ漫画の作者の方とかアニメとか猪木さん、声優さん、パチスロのタイアップになった方々呼びたいね。ああ、榎本かな子とかうる左にいるジェリーを狙ってスイカが滑ってきた取りこぼしたな。これがスイカです。温泉気分だ。スイカを狙ってスイカが外れたらチャンス目です。広角だこの野郎、スイカで広角に行ったぞこの野郎。今293ゲームスイカで広角に行ったぞこの野郎。子役で広角以降には設定差ありますか、ありませんか、まだ分かりませんか。設定差はあります。ジャクレア子役ありますの広角以降広角に行く、これめちゃくちゃ設定差あるんですよ実は。あ、やっぱりあの6だったら20何パーとか20% です。ジャクレア子役成績高額に超え1だと 5.1% すごくある。6だと 20.7% むしろそれで設定推測した方がいいぐらいある。ジャクチェリーでもスイカでも同じですか。もうジャクレア子役なんです、おそらく。ただなんかそれで考えるとやっぱステージがそんなあれですね、なんか内部的に高額ってパターンも結構多い。熱くないですか今305ゲームあ、これ絶対高額でしょ。これはほぼ高額なんじゃないですか。どうですかこの野郎、ボンバイヤーこの野郎。しかも今設定4以上っていうのを確定してるんで。そうだ、これ当たってもらうのが困りますね。ボンバイヤー、ボンバイヤーこの野郎。あ、いいです。おここで猪木酒場だ。あ、このポット、これ外れて猪木酒場でも全然いいですね。連携を取るのはマスクマンですか。風車の猪木いました。9の力で受けて10の力で返す、それが猪木の風車のリドンだ。熱い、これいくね、そのまま出たー、マッチがダメ、猪木 USA 赤文字もろた。どうですか、どうですか、コロシアムですか当たってますからね。掴み取りました。331ゲームやってやるぞこの野郎。そろそろやりましょう。道まで行くぞこの野郎。上がってこい。ペア。ちょっと待ってください。怪しいぞ。すごく嫌な予感がする。大体経験上ここまで勝ててないパターンはまだ勝ってないパターン。さすがに無理じゃありませんか。さすがに8割勝率8割って言ってませんでしたか。何かお煽ってますね。おろこれいるべ。あれ国前長だ。直前調パターンは当たって、まあ、チャンスオンってこともありますし、まあ、高確率で演技も出てくるんで。お前東国グランプリおめえどんだけ失敗すんだよマジで。コロシアム1回東国グランプリ3回いくらなんでもやりすぎじゃありませんか。そろそろ猪木さん真面目にやってもらってもいいですか。こっちは金かけて打っておくんですよ。てめえ猪木もう許さないぞ負けたら。あー、だーもうこれはもう直撃だべ。あまりにも闘魂グランプリ勝てねえもんだから、もしかしてこれは闘魂チャンス直撃じゃないでしょうか。う出ました、 TC 助けられた。 TC まだ闘魂グランプリ0勝ありがてえ。総投資24,000円いくぞこの野郎。見られてよかった、これを見に来てるんで僕。いくぞこの野郎、バカ言ってんじゃねえ、まだ受賞に過ぎてるぞこの野郎。平田デビューこの野郎。てってってお願いしてくれだけ困ります。ま
初回は20まではいきますからね。初回20以上ね。さあジャッジメント、ペッペッペ、20、よがろ、こっからだ。この超通常時だいたい強行役で 50% ぐらいみたいな話だっけ。はい、そうです。さあストックがあればなんかまあなんとなく20ゲーム台の放出が多いイメージだな。20後半とか、うん、お、前兆だ、前兆が出てる。あ、これ強いぞ、このパターンは強い、このパターンは強いぞ。どっちだ、あードロップから始まった、風車乗りの、あ違う、インディアンデッドロック勝機。この流れは強い、この流れは強いぞ。ナックルパッド、闘魂ジャッジメントハンマー。24ゲーム2セット目の TC いただきました、ありがとうございます。おそらくストックで継続です。おお、ジャングル継承、ジャングル、これの上もあんだべ、あります、宇宙みたいな。うわー、いい、あー当たってない。これで6択が出ると広角超広角だとナビが出やすいという、まあ広角とはいえ6択チャレンジを出さないと意味ないんで、出やすさとかは変わらないんで。なるほどね、はい、ナビが出やすいだけ。あー、やらかした、やらかしました、やらかしました。このまま終わってもらっては困る。一番2連終了が痛いパターンですね。そうな、非常識もまあ出ないでしょうし、しかも2連目が10っていう。そうですね。あ、タオルの煽りが入っております。超通常時一応ジャクレア子役でも 7.7% あるんですね。 7.7%、はい、なるほど。で、あと耳寄り情報といたしましては、うん、リプレイでも 3.2% あります。あ、でかい。だから知らず知らずリプレイで当たってるパターンも、それで隠れてんのかな、リプレイで当たった場合は隠すとかかな。あ、確かに割とありますもんね、50まで引っ張られて復活出てくるみたいなのが。ある。あー、揺れてる、レア子役だろこれ、やろ、滑った、出た、期待度 50%、 絶対に当たってほしい、お前はそれでいいや、とりあえず一旦稼ぐ。そして前兆が続くパターン、終わるパターン、ガセった、どう見てもガセってる、 50%、 80% を突破できないで 50% 突破できるはずがなかった、どう見てもガセっている。バカ野郎、 80% を突破してないってことは逆に考えれば 20% を通してるってことだ。ポジティブ、それを引きたい方に変えるだけだ。いや、わからん、こういうパターンで潜ってるパターンとかあるからな。あ、いたんだみたいな。でも最近だと珍しいですよね、なんか思ってるより出てくる系の機種って、うん、珍しい、結構目に見せるじゃないですか最近だって。まあ、それがまあそのイノキズムだよね、初代のを結構継承してる気がする。え、まだあんのっていうのが楽しかったからね、はいはいはい、で振り上げが決まってたから、よ、その何個超えると何個以上みたいな、でってことはどっかで乗せてねみたいな、あー乗せもあるんですね、間のこととか、もうここ超えたらあと10なんだかみたいなこととかね、はい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 、おい、終わりか、終わるのか、てってって終わりです。倍数すらです。マジでこんなに、おっしゃー、バカ野郎、22ゲーム降格ですか。あ、赤文字、こんなもん本前兆確定やろ、違うか。あ、いった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 、早っ早っ、
今の強チェリーで溜まったってことだね。もう絶対、もう絶対当てる、絶対当てる、絶対当てっからな、マジ絶対当てっから。76ゲームコロシアム、とりあえず書きまして、揃うかどうかですね。いや、揃えないです。揃えないんですか。はい、揃えないです。あえてあめっちゃ狙いに行ってるじゃないですか。めっちゃ狙いに行ってる。頼むぞ。うわ、欲しいな。まずはリップ。おい、マジで引けねえ。あ、一回でカットイン。続け、続いてくれ。マジで引けない。俺まだコロシアム成功したことないんだよね。一応ボーナス券で 50% つってんすけどね。くそー、いいんだ、俺は東方グランプリで道を入れるんだった、ね、忘れてた。ここ行かせば、忘れてた忘れてた、危ねえ危ねえ、ボーナス引いちゃったら東方グランプリできなかったもん。なので道行くならこれですから。そうだよな、はい、そうだよ。いや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  80% っすよ。1戦あたり 80% なんですよ。ないないない、絶望。あれ、ここナビ出るっけ。出るか、出るか。いや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 、嘘でしょ、負けすぎじゃない。きつい、こんな負けるっけ。厳しい。そろそろアドラバカ野郎、ここに来て結構モノマネしてる中でお金が減ってきます。猪木さん、そろそろ勘弁してください。違う色のボンバイエを出せ。チャンス目もうちょっと当たってくれてもいいけどな。そうですね、だから実際多分通常とかなんでしょうね、広角に引けてないというか。パッパッパラッパッ、まあ、あと6が別格なのが、うん、その100ゲームごとのゲーム数で当たるやつ、うん、あれ6も 25% とかあるんですよ。バカ野郎、当たりすぎだバカ野郎。そうなんですよ、だからもうレア子役でも当たるし、ゲームさんにとってレア子役は当然当たるから。当たりすぎだろバカ野郎。それはそうなるわなっていう。ロゴだけ別格じゃねえかこの野郎。そこに秘密があったのか。まあでも4も多少は下と比べりゃそりゃ。赤扉、赤だ、赤だ、赤扉だ。これは猪木酒場だ、これじゃねえ。頼む、歩みを止めなければ、歩みを止めなければ戦いは終わらない。活目せよ、これがこれがアントニオ猪木だ。ファイト。音量を上げます。さあどうだ、あ、ここでも引いてる。ジャーマン、ジャーマンスープレックスで猪木構成は黄色、これは無理っぽいんだけど。勝機は出ている。おお、決まった、危ない。これです、これです、早め当たりが欲しかったんです。259ゲーム決めましょう。バカ野郎、かかってこい、この野郎。さすがに勝利ストップ、さすがに勝利ストップ、あれさすがに勝利ストップ、あれいった、いった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 。さあラスト、いった、大丈夫だろ、不安にさせんな、不安にさせんな。うお、攻める攻める攻める、あっしょしょ、嫌だ予感。外れ、外れです。いやいやいや、うわ
無理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 、なんてこった。あ、うわうわうわ。一応ですね、小安区確率としましては、まあ、ザクレア小安が、まあ、3、40分の1で引けるわけですよ。で、強烈小安の合成自体は 99.9 分の1、100分の1なんで。ああ、そうなんだ。そう聞くと、まあ、引けそうっていう感覚ですね。合成で100分の1ぐらいなんだね。はい、まあ、チャンス目がまあまあ出るか。そうですね、はい。強チェリーが250分の1ぐらい、強チェリーが、いや、強チェリーはもう420分の1。あ、そんな重いんだ。でチャンス目が、まあ、2種類ありまして、はあ、340分の1と212分の1、はあ、チャンス目が B っていうのが、まあ、200分の1ぐらいで出るから、結果的に、まあ、100分の1ぐらい。へえ、そう考えると超通常時とかもすげえ叩きどころですよね。まあそうよね、50ゲームで100分の1引けるみたいな。おお、ナイス。さあ間に合ってるのかどうか。おらおら間に合ってるのか。かけね。ああ、いきなり赤ボンボン家から。いや、これ間に合ってた広角の強烈小役2発なんで、これはいただきたい。いや、いけるでしょ。先制攻撃。あ、まずい。コブラ、ナイス。コブラツイスト、ショークからのグランドコブラ。あー、決めた。さあ、危ねー。絶対に勝つ。マジでお願いします。絶対に勝ちます。絶対に勝つ。いや、みんななんかピンチ出した感はある。ほらほらほら。決めた。決まったね、さすがに。はい。うわー。おめでとうございます。初突破。実戦終了40分前。ただこの記事はここからですからね。当たり目玉がやろうこれ。はい、お願いします。最初から俺朝から言ってたの、道まで食ってよ。熊以外で。てめえ。圧倒的。まあ、でも入ってよかったっすよ。非常識入れるから。あ、もうってことは連勝しないってことっすね。もう非常識入れる。くそー、今日の猪木さんは頼りねえな。いきなりでかいやつ。これいるだろ。あ、さらにリプレイじゃないか。あ、でもいい。あ、さっさ、これこっちじゃね。俺さ、正解こっちじゃない、下段っすね。そうよね、はい、この桃とかだよね。左にいる以外は一発で分かった気がします。外れ2 3、これ3、そう3、うん、さあ50%勝ちちゃった。
今の押し順な。20ね。でもたまにあんだよな、すげえ最後の方だけちょこっと探しちゃっていきなり猪木さん出番ですって1、2、3段やられることがね、たまにある。それを引き立てるためのっていうのもありますよね、うん、あえておとなしい。ただこれがさすがに、ね、終了画面が謝罪っていう画面だったらもうその時点で非常識突入です。いやもう非常識飛ばすわ。行きましょう。敵キャラ、ここのレバーでいくんじゃなかったっけ。あそこのレバーでフリーズキャラで残っているけど、だからこの時点でもうないですね、残念ながら。おっと、300ゲームに目がくらんで延長戦だ。1000円追加後ろでそわそわする編集スタッフ、あんなやつ追加投資したぞリアルにざわつきましたよ。なんだ話が、話しかぶねえか、サーチまでつってたろ勝つだよ。 OK、 降格中だとは思いますけども、ここは一旦引きましょう。おっとちょほラストチャンス、ラストチャンスです。ここだけやらせてくれ。今日ほんと噛み合わないですねここだけやらせてくれ絶対出てこねえって、これこれ絶対出てこねえんだよ、分かってる。こういう日はもうね、全部無駄なの。この投資マジで無駄なのよ。こういう日当たるはずがないっていう流れですよね。そう、このっていう日はね、ほんとそうだね、余計なことしちゃうのよ。赤ボンバイエ、あー黄色、おおおお赤ボンバイエ、どこまで行く、どひどい、いや、これ絶対いねえよ。いるとき赤まで行くもん、今のでそのままダー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 、おおこれポンポン選べ、うわーね、もう会ってくれ、むしろ頼む頼む、赤文字になれば、あっと猪木グエー、あーダメだ、これは無理、絶対に無理。あー、プロレス後の猪木スパイダー、行ったべ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 、さあ元気があれば何でもできる、猪木はパチスロになるたびに何にものパチスロライターが口にしたことでしょう、現金があれば何でもできる現金と時間があればただ時間はないあーいいっすね、熱い、前髪を切って藤波選手やってやるです。さあ来ました、正直ラストチャンス、延長戦覚悟のラストチャンスです。いくぞバカ野郎、クックで読めない猪木さん、行ってみよう、勝つのこの野郎、という綺麗な落ち、お見事でございました。みんなバカな。おごそかに終了いたしました。お疲れ様です。お疲れ様でした。僕死んだわけじゃないですか。その持ち方。生前平田選手は。すごく猪木シリーズを愛していてですね、オリンピアのショールームにも足げく通っていて、そのね、オリンピアの偉い方にも気に入られていろいろと仕事振ってもらったりとかしてたんですが、まあ、残念ながらライターとして目を出すことはなく帰らぬ人となってしまったわけなんですけどこれお前ちゃんと取っといて、お前あのちゃんとじいちゃんになってちゃんと死んだ時にこれでやれよ、これで平田くんちゃんと陸にやってもらえよ、これ陸に渡しとけよ、お前若返し頃こんなになったんだぞ、これを
俺お父さんがお父さんが死んだ時はこれを遺影にしてくれそのぐらいの実践になってしまいました。いやどういうことですか。いやドンピシャだったわ今マジで。いやめちゃくちゃ出てましたよ。だから4以上まず自分の台が出てるんじゃない。あそうですね、はい、であの島の猪木が僕以外全員しかも2000枚クラス浮いてるわけ。一応出しますかグラフね。あの3時の段階のやつをじゃあ今バッて出てると思いますけど。いやハイスペ隣が6かね。あれすげえ当たってましたね。あれすげえチャンス飛んでたもんね。あ、まあ、とりあえず5以上は確定してましたし。やっぱねまあある程度あれだけ目立てば僕が辞める時にもう待ってて、うん、歌い打っていいですかっていう人がいたんで一応教えておきました。もう4以上出てますよっつって、はいはい、驚きの表情されてました、ね、このグラフでって顔してました。いやこれですかいや本当ですかみたいな感じでワンチャン疑ってるものありましたよ。ワンチャン疑ってるもの本当かこいつみたいな感じありましたけど間違いないです。カメラで撮ってました、ね、そうですね出てます、はい、4以上が、8回やって闘魂グランプリ8回やって、まあ、突破してから3勝したのが1回きり。そうですね、で他がもう一発負け多発あの8割だから 20% めっちゃ引いてたんです今日まあでもねあのトータルして 50% で僕がまあ1日通して1回しか失敗しなかった日があったんでその日って多分低設定だったんですよ。なるほど。その日は低設定だったんですけど3000枚近く浮いてるんですよ。だから調子に合わせてきたと。そう怒るっていう騎士であることは結構魅力的ではある。まあ逆にそうですね、はい、そう何事も目に見えるものだけを見るんではなくてその裏側にある背景を見ていただきたいわけです。いわゆる高設定でこうやってチャンスを失敗して負ける。でも検定取ってるペイアウトを持ってるということは間違うことが逆の間違いが起こるということ。はいそれをそういうことですね。皆さんには感じ取っていただきたい、はい、ちなみに、はい、このベガスベガス栃木店さんに関しては、うん、12月ほなんか来月がなんかアニバーサリー月間らしくて。アニバーサリー月間、はい、あ記念月間ってことですか。なんかバスさんも何回か来るんですよね。私2回行きますね、ま、2回。あそれでかなんか何やら毎週日曜12月は何かしらをやってるとジャンジャンスロマガが。あなるほど。でかつ DVD とかの収録も入ってるし。で僕に関しては僕は12月の8日トニーさんと一緒に2人で多分ね多分、うん、決定してるんですよね。もう年末の年末12月29日はなんとレビンさんと来ます。覇王覇王と。なかなかないですよ。あれは撮らないでしょうね。あ映像には、僕とレビンさんが一緒にいるとこっていうのはかなりレア。今ではかなりレア。今 DVD 一緒に始めましたけどどうでしょうね。かなり盛り上がるというか特に、まあ、トニーさんって結構6号機のイメージあるから。そうですね、まあ、ちょうどぴったりだと思うんですけど、はい、いざじゃあレビンさんと僕が一緒に来た時に果たして力入ってるのはゴッドなのかオキドキなのか。いやでも北斗なのか。12月北斗私入ってますからね。はい、だから番長の可能性もあるでしょう。だから狙いどころいっぱいありますね。それで12月29日なんて年末ですよ。もう一昔前ではもう年末年始なんかパチンコ行くやつはもう暇が持て余してて金が余ってるやつだみたいな。ボンクレ正月ゴールデンウィークはパチンコ屋オール1でも文句言わないことみたいな時代ありましたけど、はいはいはい、今は逆にもうここ5、6年ぐらいはそういう連休中に力を見せれるかどうかっていう、そうですね、その店がお客さんを重なっていくみたいなところありますから。でいわば今そここそ打つべきなっていう店がたくさん今出てきてるんで、まあアニバーサリー月間っていうことですからそれはね期待して私もお邪魔させていただき、もうねやらせていただきますよ。リベンジさせていただきます。確かに言うて別にここまで先月まで結構勝ってるんですけどこのね設定4以上掴んで46本負けっていうこの土をつけられた一応結果出しておきますか一応お願いします投資4万6000円で開始0万円なので、はい、はい、了解です本当はもうちょっと早く終わるはずだったんですけどもう悔しくて悔しくて最後300ゲームのゾーンだけ出してくれっつってチャンスを引っ掛けて一発目で負けるっていう、ね、負けてクソみたいな追加投資して帰ってきましたけどこのリベンジをね猪木でやりてえな。次が8日か。そうか、ぜひ皆さんもご都合合えば私のリベンジに付き合ってくださいというわけで特別編ということでお届けさせていただきました。また軍神降臨ザムービーお届けできる日が来ました。僕も機会がありましたらお願いします。なるべく平田と二人でお届けします。あよろしくお願いします。ぜひその時もよろしくお願いします。いなかったら察してくださいっていう、ね、なんていなかったら察してくださいわかりました家をこう横にそこは出るそれ使ってきます
というわけでまたどっかでお会いできたらぜひとも見てください。そしてベガスベガス栃木ですお近くの方はぜひ足を運んでみてください。12月もいろいろやってますんでお近くの方ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。松本バチと平田でした。ありがとうございました。じゃあね。本当に出ないね。いや僕のせいだ。平田君が回してるだけ。本当に出ない。これマジで。これね。わー結果として出ないんだよ。じゃあだから次そのオカルトを払拭しましょう。次。